はい、こんにちは。まえちゃんぬまえはらです。はい、今日はですね、先日行われましたウームのスプラトゥーン2大会の模様をお届けしたいなと思いますね。はい、はい、これはですね、秋葉原の e スポーツスクエアっていうね、すごいかっちょいいね、うん、あの施設でやったんだけどね、うん、えしんくんとパパそれぞれエントリーして戦ってきましたので、うん、そちらの様子ご覧ください。ウームスプラトゥーン2大会にご参加いただきありがとうございます。本日の司会進行を務めます、ジャジャン菊池と申します。お願いします。そしてですね、はい、本日皆さんの戦いを熱く解説させていただきたいと思います。SOKIと申します。よろしくお願いします。お願いします。ゲームルールは、はい、縄張りバトルを縄張りバトルモードを使用し、ランダムに決めた4対4のチーム戦をスイスドロー式で一人参戦を行っていただきたいと思います。スイスドロー式、分かれる人、トーナメントではありません。スイスドロー式、言い訳お願いします。はい、こちら。さあ、 A チーム、 B チームどうでしょうか。皆さん、こちらの赤字で書いてあるのが一応リーダーということですかね。そうですね、一応そのチームの主力、はい、リーダー的プレイヤーでございます。ローライン、そしてこれが
してるぞ。よかった。やる気で結果発表を行います。はい、よっ、それでは、はい、まずは3位以下のチームを、はい、一気に出します。はい、はい、3位以下のチームはこちらです。はい、はい、3位以下の皆さんも、素晴らしい戦いを、そうですね、見せていただきました。はい、まあ、皆さんご存知だとは思いますけども準優勝チームはF チーム。めいちゃんさん、ゆくちょびさん、ロコさん、壇上までお越しください。はい、おー、純金の純金メダル、はい、純金のやつですね、だいぶ高いやつで絶対売らないでくださいね純金ですので絶対に売らないでください。最多キル賞はドゥルーン、最後、はい、色塗りポイント賞の発表です。お、色塗りポイント賞はドゥルーッドゥン、ヤナコさんです。4113ポイント、おめでとうございます。おめでとうございます。第8位がサトシさんです。はい、続いて第7位コーダくん、第6位めいちゃん、第5位キムさん、第4位お父ちゃん、第3位ぐさおさん、第2位繁盛くん、第1位はナナト君ということで、こちらの8名で、はい、8名にあるガチエリアラスト2枚でございます。いつもね、面白いですね。さあ、その記憶の力をガチエリア、さあ、真っ先にお見合いご覧いきます。すごいですね、これ黄色チームボールドマークから光ってますね。さあ、ご覧ください。まずトップは黄色チーム、さあ、黄色チーム、キル2枚倒して、エアさんがどんどん進んでいきますね。ハンド80、これはオート、オート倒す。
エリアにはエリアにはローラーだ。チームにささやかな景品があるということで、おはい、こちらスプラトゥーン2スマホリングをプレゼントします。地味に嬉しいやつですね。そうね、地味に使えるやつ。キムさん4連敗免れました。よかったですね。いやもうこれ安心して九州帰れますね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、それでは今一緒に行きますよ。せーの、まんめんみー。はい、ということでご覧いただいた通りですね、なんとパパですね、エキシビジョンまで参加させていただきまして、トータルで3勝1敗だったのかな。おー、はい、まあ、ちょっとエキシビジョンはね、あのトラブルあったんだけどね、うん、で、エイシン君は1勝2敗1勝2敗か、はい、スイスドロー方式のこの負け組の方行っちゃったんですね。そうで、そこで負け組の方と対決して、その時1勝したのかな、うんうん、あの時、あのキル数トップの方と対戦したもんで、あ、そうか、負けちゃいました。そうか、すごかったね、うん。パパは相変わらずキルは少なかったんだけど、塗りが多かったっていうことで、うん、まあ、エキシビジョンも出られたって感じですね。うん、はい、もう結構楽しかったね。そうだね、うん、パパは釣り岡さんの、ヨーライさんのチームで、うん、シン君はナナトゲームズさんのチームだったね。はい、よかったね、うんうん、ナナトさんとお会いできてよかった、うん、そもそもね、うん、よく見てる方だったからね、うん、それでエキシビジョンの勝ちチームにはこちらの、スプラトゥーン2のスマホスタンド、うん、スマ、まあ、バンカーリングみたいなやつね、うん、これがもらえました。いいね、なんでパパ最近ね iPhone X 裸族なんで、うん、
これつけちゃおうかなと思って、ね、そうだね、うん、そんなんかそれいいね。ね、これだってこう落としたらまずかったからさ、うん、裸族であのガラスだからさ、ツルツルでね、そうそうそう、だからこれつけようかなと思います。はいはい、ということで今日の動画が面白かったなとか2人とも頑張ったと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつもとコント出ますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。